ホーム、急仙道森林館急仙道駅は、熊本県熊群熊村大技一小地にある、九州旅客鉄道避察線の駅である、単式ホーム一面一線を有する地上駅、非常に大きなログハウス状の待合所が置かれている、無人駅、かつては有人駅で、駅舎も建っていた、駅名の 旧仙道は当駅の北東約 1.2km の場所にある小乳道で1988年にそれまでの大阪間から解消された。同時期に急行、海老の熊川の一部が停車するようになり、急行廃止、特急か後も特急、九州横断特急が当駅に上下2本停車していたが、2016年3月26日のダイヤ改正で、 九州横断特急の人吉熊本間が廃止されたため、普通列車のみの停車駅となった。同日から2017年3月4日、ダイヤ改正前日まで運行されていた快速列車も停車せず、同日ダイヤ改正で新設された特急、川瀬宮瀬宮、伊三郎、新平も停車しない。熊村西端部の足北町との境界付近の山間部に位置しており、 駅周辺には大きな集落はない。駅に隣接するように2つの商店が存在していたが、2020年の豪雨災害で駅と共に流出した。駅前の熊川の対岸の道路上に三考バスの松本バス停がある。大阪間駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。